疲れ様です。楽しくやってきたんで、今日は最後はちょっと寂しいですけど、頑張ってやります、ね、もう精一杯頑張ってやります。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。カメラ持ち、はい、よろしくお願いします。あ、そうです、一緒に変わらない。おはようございます。いや、もうちょっと緊張してます。おはようございます。おはようございます。あ、そこはあ、なるほど。最近老人になっちゃって楽屋どっかな、上また階段登らなきゃ、ね、一緒に行くの向こうで、はい、ね、そうですね、今日はでも次への始まりかなっていう感じで、はい、アシンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、タケ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 、いや、まあ40周年のラストってまだ終わるわけじゃないからね。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ああ、ちゃん、どうなん、こっちが、はい、よろしくお願いします。おはようございます。はい、よろしくお願いします。あ、おはよう、よろしくお願いします。よろしく。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お久しぶり。お願いします。前からの方がいい、反対側の方がいい、反対側の方がいい。はい、もうマイナス、マイナス67今日新記録、新記録。トップノートが G から G だね。 F の方でぶつけてんだ。いや、俺このさ、ギター変えます。はい、そういうことか。そういうことか。そうなるぞ。ジョーカーだ。トランプじゃなくて。やめましょう。やめましょう。52歳です。はい、ずっとずっと本当誰かに来ますので、皆さん頑張ってください。よろしくお願いします。はい、今こうやって40周年ということで、まあ、もう再結成されて10年経ちまして、それで今こうやってコンサート来れることすごく幸せに思います。いつまでも末永く素晴らしい音楽を楽しませてください。ファンになったのは中学1年生の時なんです。なのでもうすごい長いですね。今回は母をちょっと初めて連れてきまして、五大悟の良さをアピールしようかなと思っています。
熱心な不安ですから。ものすごい熱心です。話し出すと止まんないですね。高校の時の社会科でガンダーラっていう曲を聴いて、なんか今にはない音楽だなと思って興味を持ちました。ライブを楽しみにしているので頑張ってください。頑張ってください。子供たちも。Monkey magic, monkey magic, monkey magic.
こんばんは、五大学です。わーい、どうもありがとう。本当どうもありがとう。40周年です。いやー、本当皆さんもう40周年ですか。すごい、本当どうもありがとうね。最高です。まあ、あの40周年だからというわけではないんですけれども、今日はですね、スクリーンを使って、曲の間にですね、ちょっとしたストーリーが展開していくという、そういうこう面白いことと、それからちょっとあの感動していただくようなことがこうなるですね、そういうコンサートを作ってきました。じっくりと楽しんでいただきたいと思いますが、タイトルはですね、五大悟の最勇気っていうんですけれども、ちょっと皆さんにも言ってもらおうかな。五大悟の最勇気って言ってもらいましょうか。せーの、五大悟の最勇気。すっごいな、録音しとけぴったりですね。さあ、それじゃあそれを言ってもらったら始まるっていう感じでしょうかな。それじゃあいきますよ、せーの、五大悟の sound of the desert drum.
まず何をしにどこに行こうか。違う違うそういうこと、こういうことがしたいんじゃないよ。もっとなんか大きな意味のある100年経っても変わらない冒険。そうだ、冒険の旅だ。Don't look so sad, things aren't so bad, for the sun will shine again. Dark clouds will scatter.I got to leave. You mustn't grieve 100 years from now. What will it matter?Thank you.
なら孫悟空になりたかったな。違うよ、そういう意味じゃなくて、西遊記の時代に旅ができたらよかったのにって話さ。すいません、僕には無理だと思います。そんなことないよ、平気だよ、行こうぜ。 No problem, it's fine, let's go. Don't worry about it. Hey.It's okay, man. ちょっと待った。俺も連れてってくれ。僕も一緒にお願いします。Crazy luck, but boy, ain't we happy.
to be to anyone. We got a dream to give to everyone. Just a burning breeze stirs the air and sweeps the red hot sun. Stop.
ところまで来てしまいました。妖怪がいっぱいいるかと思うと恐ろしいです。お前だって妖怪じゃん。
俺がお気をあげれば平気だから。みんな親切だし。それは隙があったらミッキーを食べようとしてるんじゃないの。もう一人うまそうなのがいるじゃん。平気平気、問題ないよ。そんなこと言ったってもう妖怪は来てるんじゃない。その証拠にスティーブの顔が二つに割れてます。Monsters, dragons and demons, and all kinds of monsters.
結局昔に来ても戦いばっかりじゃないですか。相手が妖怪だからな。戦いのない世界がいいな。
Where's the melody come from? From the depth of a mountain, from burning cloud, near the sea, strange of fantasy, so vividly rich and free. Again!
shade of green beside the sand, like my landing lying side by side, undulating images of the heat of the desert, images of mystery, images of mystery, bathing in the Ganges to purify the soul. Beside the water ox has bathing to get so carefully. I got
Thank you.
Just keep moving on. My spirit won't let me rest till then. It's a long, long game. There are miles to go, and it's raining, and I can only rest a while. But you gave me comfort and consolation, and a lasting smile. To love you, oh thank you baby, you made my life, now the way ahead is clear, till I find my place in the home of the sun, I'll just keep my spirit won't let me rest till then. It's a long and long end. My spirit won't let me rest till then. And it's a thank you.
どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。いかがだったでしょうか、五代子の西遊記。もういろいろあって、もう途中でもう喋りたくて喋りたくてしょうがないことがいっぱいあったんですけど、そういうわけにはいかないので、もう最後みんなシーンとしちゃった時にはどうしようかなと思ったんですが、最後にちゃんと竹越くんがこうピーッと出てきてくれてですね、あれで次へ行けるという感じになりました、ね、ありがとうございます。じゃあもう本当に特別な方たちがみんな、一緒にやってくれました。メンバー紹介したいと思います。まずクワイアの皆さんです。 TSM ゴスペルアンサンブルの皆さんです。そしてコンダクター指揮は近藤昭弘さんです。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。そしてダンスです。 TSMDA スペシャルダンスユニットです。わーい、どうもありがとう、ありがとう。いやー本当大変でした。もうそちらもね、ごめんなさい。どうも本当に、いやいや、 TSMDA スペシャルダンスユニットの皆さんです。ありがとうございます。そしてまあいつもいつもなんであれなんですけども、まあ竹越和之君ですね。はい、いやそうです。もう画面でも最高なキャラクターを演じてくれました、竹越和之、はい、そしてまた本日も来てくれました五代子ホーンズの皆さんです。サックス吉田治、トランペット奥村翔、トロンボーン池田正明、五代子ホーンズの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。さあこれでやっと今度はみんなの声も聞けますよ。五代子のメンバー紹介します。オンキーボードミッキー吉野、こんばんは、こんばんか、こんにちは、こんばんは、どうも。ちょっとその疲れるでしょ、その感じ。平気？なんで？いやいやいや、みんなこう、あ、膝ついてるから大変かなと思って。なんかすいません、慣れてます。そんな偉くないですから、膝もつかないで。もうよかった、立ってていいよ、平気だよ。どうも、気になるな。いや、こう自分がね、ああいう格好苦手なんで、ついきついかなと思っちゃうんですけど、どうも皆さん今日はありがとうございました。今年は4月に、東京の文化会館で、上野の文化会館ですか、あそこで2日間、やったんですが、今日はさらに違うレパートリーで、やってみましたけど、どうでしたでしょうか。ありがとうございます。皆さん優しいですね。やっとこのレパートリーにも慣れたと思ったら今日で終わりなんですが、ということはないんですね。実は、このパターンをね、これからちゃんと、まあ、この間から竹と話してて作っていこうと、それのほんのスタートという感じなんだよね、今日のこの西遊記っていうのは。やっぱり西遊記あってのご内容ですから、ちゃんとこの西遊記をしっかりとした作品に育てていこうと、そんな気持ちでいますのでよろしくお願いいたします。きっと45周年ぐらいにはちゃんとしたものができるかね。いやあれですよ、50周年やってるバンドマンだよね、ゴールデンカップスとか。だから40周年、次は50周年ありでしょうね、きっとね。末永くよろしくお願いいたします。どうも Thank you。それじゃあ、隣のスティーブを抜かしてなんて言って、いや、スティーブ・フォックス、オンベース。こんばんは。
本当は今日がダブルブッキングした日なのよ結婚式入ってたんだよね俺ね。え、今日も入ってたの？違う、あのこの間のが違うんだやっぱり。あと、あとでカレンダー見たら今日入れててあって、危なくこれに出れなかったんだよねそのために6人にしてるから平気だ。あ、だからそっかそっかまあ、どうにか出れるようになりましたのでよかったです昨日っていうのは11月11日1111、何の日だか知ってる？ポッキーの日。何？ポッキーの日。ポッキーの日、はい。あとはポッキーの日、はい、分かった。あとは何？ベースの日。そう、うちの、ま、孫の誕生日なんだけど。ああ、そうかでも俺のは5弦なんだよね4弦じゃなくて。そんなわけで次紹介します、タミスナイダーこんばんは。あ、飲み気がないな。グッドイブニング。はい、今日たくさん、来てくれて本当に感謝しております。ありがとうございます。40年間応援してくれてる人たちもたくさんいるし、ありがとうございます。遠いところから来た人も いるので、まあ、本当にありがとうございます。ですね、僕らが、ネパールの、ためには募金してるって、まあ、みんなわかると思うんですけど、今日コンサート終わって、僕がもう 何十年前から、まあ、五大学の時でも使ってた洋服とか T シャツとか仕事のそういう洋服とか全部サインして、それ買っていただいたらそのままそのお金が募金になりますから、よろしくお願いします。それで僕の一番右側に素晴らしいミュージシャン竹越和幸。また来ちゃいましたね。そうですね、はい、2回もメンバー紹介していただいてありがとうございます。今年はですね、五大学40周年ということで、僕が生まれるずっと前から、やってる、ずっとじゃないですね、ちょっと前からやってる、バンドですけども、多分五大学がなかったら多分音楽に興味を持つこともなかったんじゃないかなっていうぐらい、大事な、バンドなんですけども、その40年のうちの、ほんのちょっとですが、これ携われてとても感動してます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。すごい。はい、それでは、オンギター&ベース二刀流の吉澤洋二さんです。こんばんは。ちょっとね、大阪に行って風邪ひいちゃったんで、ちょっと気合い入れてしっかりとお話したいと思うんですけど、元気ですか？ありがとうございます。お付き合いいただきまして、ちょっと市場、リサーチをさせていただきたいんですけど、どっか行ったらそこの土地にちなんだ話をすると、いいんじゃないかっていうような、指摘をいただきまして、拍手で東京の方ってどのぐらいいらっしゃるんですか？あなた東京？東京以外の方。おお、東京以外の方。だから埼玉県だよ、そうするとじゃあ関東地方にちなんだお話をちょっとさせていただきたいと思うんですが、広いね、いいです、はい。今年はちょっと、
秋が短いという、紅葉の季節も、非常に短く、大変残念な思いをしておりますが、一部、高尾山とか箱根のあたりは紅葉も大変見頃となっておりますので、皆さん、お近くないのでございますのでぜひお出かけください。古代語のコンサートで、いっぱい元気を仕込んでいただいて、寒風に負けず、この師走を元気に過ごしていただけた、というふうに思っています。今年最後の、コンサートなんですけど、40周年という節目はさておきですね、来年もちゃんとやりますので、日本中いろんなところでやっております。皆さん関東を離れてもぜひとも私たちのコンサートへお越しください。今日は本当にありがとうございます。それではですね、じゃ あ私の右にいる五代が誇る名ギタリストです、浅野高美。ありがとうございます。やっと喋れるよ今ね、だいぶ、高尚なお話をいただいて、ここ中野ね、このサンプラザ、もうなくなっちゃうんですよね、もうすぐね、確か取り壊してまた新しいのが建つんですけど、僕は生まれたのがすぐ近くの池袋っていうところで、子供の頃よく自転車に乗ってこの辺遊びに来てたんですよ、よく。だまだサンプラザが建つ前で、ここはあの中野のスパイ学校って知ってます知らない小野田さんとかもう有名な、そう、あそこの跡地なんですよ。だ子供でね、自転車で遊びに来た時に地下に降りる階段とかね、いっぱいあったんですよ、洞窟とか。そういうとこでスパイの人たちがこう訓練してたんでしょうね。でいつしかこのサンプラザがドーンと立ったわけですよ。でそのうち中野に住むようになって、結婚してこのすぐ近くに住んでたんですよ。で実はそのね、まあ家なんかあんまりその公にしないじゃないですか。たまたまそのプロモーションビデオみたいなね、ビデオを撮ってる時にマンションのベランダでこう水を植木にあげてたんですよね。そしたら遠目にこうサンプラザが映ってたんですよ。それで場所が分かってしまって、その時からすごいですよ、いっぱいファンの方いらしてくださって、もう家の扉中全部浅野さん大好き大好きって書いてあって、大家さんに怒られてもう全部消しましたよ、自分でこうやってバスピカってやつで落ちないんですよなかなか、そんな、懐かしい中野なんですけどね、こっちの方に商店街があって、ブロードウェイというね、あそこにいろんな面白いお店がたくさんあるんですけどね、帰りにちょっと寄ってみてくださいね。そうだ、忘れてましたよ。いつも物販の話をするんですけど、今年も来年用のカレンダーを作りましたんでね、ありがとうございます。ぜひぜひ来年1年も可愛がっていただけるように、五代後のメンバーそれぞれ写真で写ってますんでね、僕がレイアウトして印刷に出して、ミッキーと一緒に袋詰めをしたんですけどね嘘だそうなんですよ、手作りですよ完全な。もう是非是非、人が足んないって言うんで手伝わされましてね、そうそう僕は最後に箱詰めしたんで、ね、絶対やらないよ ね袋詰めだけはやらないでしょう。いやいや、箱詰めしたの、そうそう、最後の箱詰め、本当に、それでこうシッピングね、そうそうそう、本当かな、ガムテープ貼ってやるふりしただけじゃない。いやいやいや、最初そうしたんだけどバレるんだよねでそうすると怒られるんで、ちゃんとやってました。1個くらいしかやらないもんね。いや、ちゃんとやっていただきました、うん、ぜひ帰りにまた見てってください。今日はもうさっきトミーも言いましたけど、トミーと吉田も出るよね、サイン会しますんで、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。最後消化してないですよ、まだね。まだです。ですよね、まだです。埼玉県が生んだ、やった。ご来後のボーカル、はい、竹川幸秀、大きな拍手。もうありがとうございます。もう先に行っちゃおうかな。もう来週、再来週ソロのコンサートやるんですけれども、ピアノの人と2人だけでやりますが、デッドエンド全曲やりますんで、もしよろしかったら新宿でやります。だから僕なんか新宿まで出てくるのが大変で、昔ですけどね、埼玉にいた時には。ですから中野なんて怖くてとても来れなかったんですよね。新宿からまたなんか乗り換えなきゃいけないんですか。新宿に来るのにまず赤羽で乗り換えて、その後に池袋で乗り換えて、それでやっと新宿に着くんですからね。そこでもう気力が残ってないですよ。もう一回乗り換えなきゃいけないなんていうのはね、もう大変な、いやそういうところでしたが、はい、今回 の、 構成はそのカトマンズの震災のために、何かできないかなということもあって考えた企画ですので、先ほどからたくさん話ありますけど、ロビーの募金がありますのでよろしくお願いしたいと思います。さあそれじゃあ最後の曲になりますが、ちょっと A が小さかったですかね。もう一回やってみましょうか。それでは最後の曲になりますが、どうしていいんだか分からないですが、じゃあ自分たちでですね、40周年をお祝いして、まあ、もちろん皆さんと一緒にですが、セレブレーションをしたいと思います。See you.
I feel so grand and free. Thank you so much. We're celebrating, celebrating. 本日は誠に感謝しております。The earth of the I feel so grand and free. 50周年期待してね。We're celebrating, celebrating. あ、谢谢。The birth of the Odyssey, a place so grand and free. これからもよろしく。 We're celebrating, celebrating. 今年ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。 The birth of the Odyssey, a place so grand and free. あ、大丈夫、あの、先生の、どうもありがとうございました。アルバムが発売になりました。ありがとうございます。それからゴダゴは久しぶりに CM ソングを手掛けたんですけども、そのアルバムの中にも入っています。ヒノキアグループの CM ですけれども、ありがとうございます。じゃあ Tomorrow of your dreams 聞いてください。You
there for you anytime you need someone to lean on. But then your wishes can all come true if you believe what's in your heart. Tomorrow of your dreams, tomorrow of your dreams. He said to a coward, それぞれ世界に生きてるね My dear friend、 いつの間にか迷っているのさ。最後未来の扉を開けよう。今すぐきっと取り戻すあの日の君を。 The star tonightShine down upon us, filling your heart with the light that we need. You'll never be alone. The glow is there for you anytime you need someone to lean on. One day your wishes can all come true if you believe what's in your heart. And tomorrow of your dreams.それじゃあ改めて今日頑張ってくれた皆さんもう一回紹介したいと思います。クワイア TSM ゴスペルアンサンブルの皆さんです。そして指揮コンダクターは近藤昭弘さんです。まだ出揃ってないですね。すごい約500人ぐらい遊んでるの。あ、もう一回出揃ったところで行っちゃおうかな。 TSM ゴスペルアンサンブルの皆さんです。そして近藤昭弘さん。そして五代五ホーンズ、サックス吉田治、トランペット奥村翔、トロンボン池田正明。じゃあビッドブームいきます。
いかがでしょうか。いいですね。それではですね、もういきなり会場を2つに分けて戦ってみたいと思いますが、いかがでしょうか。いいですか。ここからね、ここ中心ね、自分が真ん中だと思ったら、どっちでもいいですからね、勝った方だっていうのでもいいですからね。いいですか、はい、こちら側赤組、こちら側青組、青組の方が元気がいいな、赤組青組、赤組私が疲れてしまいました。それでは参りたいと思います。それでは赤組がやっぱり先行で英語にしようかな。 Every child has a beautiful name, beautiful name, beautiful name。 でこちらは中国語で、あ、そうじゃなくて、呼びかけよう名前を、素晴らしい名前をでいきたいと思います。よろしいですか。過去別に英語の方ばっかりが勝ってるわけじゃないですからね、日本語でもガーンと来れますんで。さあ、じゃあ両方行ってみますよ。いいですか。あ、両方って言ったらいっぺんに歌われちゃうからダメなんだよ。代わり番号にこれいっぺんに歌われるともうなんだかわけわかんなくなっちゃいますんで、じゃあ赤から先行きますよ。いいですか。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、来てますね。やばいぞ。座れ。なんか向こうのが大きい。赤。赤。青。今同じくらいかな。はい、頑張れ。座れ。向こうのがでかいかも。こちら男が少ないかも。それ。なんか向こうね、男の人すごいんだよね。こっちも頑張れ。それ。さあ、すごいすごい。あ、もう一回。もう、それ。ああ。同じくらい。さあ、これで決めます。最後、すごいぞ。それ分かんない。もう一回、はい、どうなってるんだ。あ、どうだ。いや、すっごいな。なんか皆さんの底力を感じてしまいました。じゃあ続きを行きたいんですが、全然楽器持ってないし、いいかな。ワン、ツー、ワン、ツー、トゥー、エブリリルチャン。
beautiful name, a beautiful name, a beautiful name. You'll be nothing more than a man. She got a cheer, no matter what. Every child has a beautiful name, a beautiful name, a beautiful name. どうもありがとうございました。どうもありがとう。いや、これでもう一曲やるんですけど、その前にそのスペシャルダンスユニットを呼ばなきゃいけなかったんですよね。はい、今からスペシャルダンスユニットを呼びたいと思います。 DSMDA スペシャルダンスユニットの皆さんです。ありがとうございます。銀河鉄道スリーダイン全員でやります。We'll be right back.
いやいや。やるんだよね。やるんですね。はい。あと1曲やりましょう。はい、お願いします。
一番いい。どこのよりもいいです。ぜひお買い物です。私もです。そう。どうも。ありがとうございました。またよ。倒れるかと思った。